オレンジビルはカナダのオンタリオ州ダファリン郡の郡長が置かれている町である。人口は約28、9000人。トロントから北西に約4 0キロメートルの位置にある。ピトゥン族の領土この地域には紀元前9000年から8400年頃の初期パレオインディアン期の先住民居住の考古学的痕跡が残っている。この地域はピトゥンの領土だったと言われている。 1630年代にピトゥン族はヨーロッパ大陸からの薬病により人口がおよそ8000人から3000人に激減し、また1649年12月の色恋の襲撃により1000人近くまで減少した。この襲撃はビーバー戦争を含めた毛皮交易に関する一連の出来事の一部であった。ピトゥン族の後には北オンタリオから アルゴン金属が17世紀末から18世紀初頭にかけて移住してきた。ヨーロッパからの移民が最初に土地の登録をしたのが1820年8月の測量士エゼキエル・ロビンソンによるものであった。その後この地域に3つの製粉所を所有していたコネチカット生まれの実業家オレンジ・ローレンスにちなみ1863年にこの地区の新設の村が オレンジビルと名付けられた。1874年に調整が施行された。1908年に実業家アンドリュー・カーネギーの特使により図書館が設立された。ジグモニーズ・ヘイロー・ステージにアルケオロジカル・アセスメント・グランドバレー・ウィンド・ファームズ。2014年1月3日閲覧。ラムズ・ダン・ピーター・ジー・ペツン・ザ・カナディアン・エンサイクロペディア。 2013年12月29日、閲覧、ありがとうございます。